こんにちは、ともこです。今回は久しぶりに1週間の買い物と献立と料理動画を作ってみることにしました。夏によく食べる簡単なサラダや夏野菜を使ったレシピがたくさん出てくるので最後までご覧ください。それではまず食品を紹介していきたいと思います。これがさっき買ってきた食品です。まずはお肉から。これは脂身が少ない牛肉のステーキを3枚で、ハムで、これは生ハムで、これはサーモン、白身魚、茹でてあるエビで、で次は野菜をたくさん買いました。でこれはズッキーニのお花で、これはパッションといってズッキーニと同じ種類の野菜だそうです。で次にアボカド、トマトで、今回はすごいたくさんいろんな種類のトマトが売っていたのでいろんな種類を買いました。すごいたくさんのトマトの種類があります。バジルも小さい葉っぱのバジルと中のバジルと紫色のバジルがあります。でオレンジ、黄色、オレンジ、ピンク、緑、黒いトマト でこれは普通の赤いトマトです。でミニトマトとほおずきとで、アーモンド、生のアーモンドと生姜とズッキーニ、丸いタイプのズッキーニと、あと平べったいタイプの桃で、バレンチーノが朝に飲むオレンジジュースのオレンジと、パプリカを2種類で、これはスイカが安売りしていたのでスイカも買いました。で、タヒーニで、これはオリーブ、種抜きです。で、ロゼワイン。で、メロン。で、これは小さい株、ラディというのですが、これは生のままバターと塩をつけて食べます。あと、マンゴー、人参、キュウリ。チーズを何種類か買ったのですが、袋の中で潰れてしまって、ちょっと形が悪くなってしまったのですが、これは十字架のヤギのチーズで、これはハートの形のヤギのチーズで、これはバターで、これは丸く小さい丸のモッツァレラチーズで、これもヤギのチーズで、これはモッツァレラで、これはフェタチーズといってギリシャのチーズで、これはパルメザンチーズで、これもギリシャのチーズで、ハルミチーズといって焼いても溶けないチーズです。で、玉ねぎと白玉ねぎと、あと茶色いバナナと卵と、あとピタブレッドといって、これはハルミチーズとかフェタチーズを入れてなんかサンドイッチみたいにして食べようかなと思っています。で、これは食パンで、これはチョコレートの入ったお菓子で、で、これもチョコレートの入った菓子パンで、全部で約120ユーロぐらいでした。まずは1日目の献立から。1日目はズッキーニの花の天ぷらと冷たいご飯のサラダと、マンゴーとエビとパプリカのサラダです。ズッキーニのお花は早く食べてしまわないと傷んでしまうので、このレシピを最初に作りました。ルドのおばあちゃんはイタリア人で、このレシピはイタリアではすごくよく食べられているそうで、思い出の一品です。ズッキーニのお花の天ぷらをしています。リコ、お腹すいた？2品目はサラ・デュリといって冷たいご飯のサラダです。フランスではこのサラデュリにコーンとツナ
とオリーブと玉ねぎを入れてよく食べているのですが、ルドはコーンもツナも嫌いなので私流にアレンジして作ってみました。味付けは塩とレモンとピエトロドレッシングとオリーブオイルです。うん、おいしい。おい、オリーブ好き。おい、ご飯も食べてビーくん。ビー君は水疱瘡になってしまいました。ちょっとブツブツがあるのですが、で今日のご飯はズッキーニの、こんな声出さないで、ズッキーニのお花の天ぷらと卵エビとバジルとトマトとオリーブの混ぜご飯と、3品目はエビとマンゴーとパプリカのサラダ。このレシピはイギリスのお花屋さんで働いていた時のオーナーがよく作ってくれたサラダのレシピで、多分タイか東南アジアのレシピを元に作ったサラダです。エビとマンゴーがすっごくよく合って、作り置きにも最高で、2日目に食べるとパプリカがしんなりしていてすごく美味しいので、時間がある方はぜひ作ってみてください。で、2品目のご飯のサラダとこのサラダは作り置きができるので、この週は私たちは次の日もこのご飯のサラダとエビのサラダを食べました。で、これはパプリカとマンゴーとと玉ねぎとバジルのサラダです。いただきます。3日目のレシピは夏野菜の肉詰めです。フランスではファシーといって肉詰めは夏によく食べるのですが、今回はトマトとズッキーニとパッションといって白い野菜にお肉を詰めてみました。残念ながらバレンチーノは周りの野菜は食べずに中のお肉だけ食べてしまったのですが、くり抜いた野菜で作ったスープはちゃんと飲んでくれたのですごく良かったと思います。まずは野菜の肉詰めから作っていきます。フライパンでニンニク、玉ねぎ、人参を油で炒めていきます。塩コショウも忘れずに。炒めておいた野菜が冷えたら、牛肉のひき肉の中に半分、残りの半分はくり抜いたトマトとお水の中に入れます。味付けは塩コショウをプロヴァンシアルハーブを使っています。くり抜いた野菜で野菜スープも作るので、ズッキーニとパッションの中身も加えます。スープは30分ぐらい煮込んでスープの素を入れて出来上がりです。スープを煮込んでいるうちに肉詰めの種も作っていきます。今回は牛乳しか入れなかったのですが、ハンバーグみたいに卵やパン粉を入れてもいいかと思います。繊維が出てくるまで潰し混ぜたら、次はくり抜いた野菜の中に詰めていくだけです。パッションとズッキーニは硬かったので5分ぐらい下茹でをしてあります。あとは200度に温めたオーブンで40分から1時間ぐらい焼きます。これが今日の夕飯です。バレンチーノとルドはもう先に食べているので、私は一人で食べます。で、ズッキーニとトマトとパッションの肉詰め、昨日作ったマンゴーとエビのサラダと、野菜をくり抜いた時に出た野菜で作ったコンソメスープと、あとまだ野菜のまだサラダが余ったので、これはお弁当に持っていきます。で、これも多分一人で食べきれないので、半分ぐらいはお弁当に持っていく予定です。いただきます。で、切ったらこんな感じになります。4日目は仕事が休みだったので、
ランチとディナー両方作っています。ランチは簡単に作り置きしておいたフマスとピタブレッドとギリシャのサラダとギリシャのハルミチーズといって焼いても溶けないチーズを入れてサンドイッチみたいな感じで食べています。バレンチーノもルドもちゃんと食べてくれたのでこれは大成功でした。もうこのサラダはすごく簡単なので動画にするまでもないのですが、オリーブときゅうりとトマトとバジルを入れて軽く混ぜます。味付けは塩とオリーブオイルと私は少しだけピエトロドレッシングを入れます。次にハルミチーズに両面焦げ目をつけて、あとはピタブレッドにフマスとサラダとチーズを入れて完成です。ピタブレッドのサンドイッチができました。で、これは昨日残ったスープの余りです。夕飯は小さなカブのラディと、あと白身魚のムニエルとご飯とトマトです。小さなカブのラディは生で食べるので結構辛いのですが、バレンチーノは食感がポリポリと楽しいみたいで、バターと塩をつけてたくさん食べてくれました。今日のスターターはラディといって小さいカブにバターと塩をつけたものと、メインは白身魚のムニエルとご飯とトマトです。いただきます。ビー君、バターと塩両方つけてから食べて。On a du beurre d'abord, mais. バターも。バターと。D'abord. Un comme ça. Un. Vas-y, crac. Et là, tu vois. C'est bon. Crac. Ok. Good.5日目は私は仕事が遅くなってみんなでご飯は食べられなかったのですが、ルドが先にピザを作っていてくれて、あとサイドに私は桃と生ハムと、あと昨日残ったスープを食べました。メロンと違って桃の上に生ハムを乗せて食べるとすごくジューシーで美味しかったです。今日の夕食はルドがピザを作ってくれました。私は帰ってくるのが遅かったので一人で今食べています。で、サイドは残ったハルミチーズと生ハムを桃にのせたものと、あとシンプルにきゅうりとオリーブのサラダです。いただきます。6日目はバジルとアボカドが傷んできたのでそれを使用してペストソースを作りました。で、このレシピは野菜系のタンパク質がたくさん取れるのでヴィーガンの人にもおすすめです。でも私はヴィーガンではないのでこの上にスモークサーモンを乗せて食べました。松の実とアボカドがすごく濃厚なのでかなり満たされる一品となります。まず熟したアボカド、松の実、フレッシュバジル、レモンの絞り汁、オリーブオイル、塩コショウ、パルメジャンチーズを全部入れてハンドブレンダーで混ぜていきます。
ニンニクを入れるのを忘れたので、ニンニクも最後に入れています。あとは茹でたてのパスタに絡めて出来上がりです。バジルとトマトとオリーブを飾り付けてできました。いただきます。スターターはラビーといってカブの一種と、あとモッツァレラとトマトのサラダです。いただきます。これ見てる、パパ。肉塩好き？あんまりつけないでね。パポコ、パポコ、ちょっとだけだよ。甘のバター全部つけないで。7日目はもう簡単に買ってきてすぐ冷凍しておいたステーキとご飯とラディを食べています。メインはステーキとご飯とマッシュルームのバター炒めです。いただきます。今週は夏野菜をたくさん取り入れられたのでかなり満足しています。どれも簡単なレシピばっかりなので、時間がある方はぜひ作ってみてください。作り方や材料は下に記載しておきます。インスタグラムの方もやっているので、よかったらフォローをよろしくお願いします。それでは素敵な夏を。バイバーイ。